ジョン・ディウィットはアメリカ合衆国の陸上競技選手、アメリカンフットボール選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックのハンマー投げ競技で銀メダルを獲得した。プリンストン大学の学生だったディウィットは大学のフットボールチームに1901年から1903年まで加入し、最後の年にはキャプテンを務めている。 彼は当時のカレッジフットボール選手の中でも有能な万能型選手の一人とみなされていた。陸上選手としては彼はハンマー投げ選手として活躍し IC4A の競技会では1901年から1904年まで連続で優勝した。とりわけ1902年の競技会で出した記録50.24メートルはその後1915年まで破られなかった。 1902年にセルティックパークで開催された競技会では、自己の最高記録51.38メートルを出して、1900年パリオリンピックから1908年ドンドンオリンピックまで3大会連続でハンマー投げで金メダルを獲得したジョン・フラナガンに約6フィートの大差をつけて勝利し、1903年には再度ハンマー投げ選手の世界ランキングリスト1位になっている。 1904年に自国で開催されたセントルイスオリンピックでディウィットはハンマー投げ代表として出場した。ハンマー投げ競技はアメリカからの選手6人だけが出場して8月29日に予選なしの決勝のみで行われ、フラナガンが当時のオリンピック新記録51メートル23センチで金メダルを獲得し、ディウィットは 1> 約1メートル差の50メートル26センチで銀メダルを獲得することとなった。死後の1954年にはインディアナ州にあるカレッジフットボール伝道入りの栄誉を受けた1.8288メートルアスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズメンズハマースローありがとうございます。